任天堂オブアメリカで突如ツイートされたこちらの写真、なんて書いてあるかわからないのでとりあえず翻訳していきましょう。はい、ありがとうございます。サシブーです。なぜかアメリカだけで公開されたイラスト付きツイートなんですけども、とりあえず英検3級の僕が翻訳していこうかなということで、直から読んでみると、 Whether you're basking in the sunny vibes or just trying to beat the heart, Happy summer wishes from the Splatoon 3 team. というわけで、お天気いいですね。幸せな夏になるよ。スプラ3の開発チームはみんなで頑張っちゃうよ。みたいな感じですね、多分。まあちゃんと調べて翻訳すると、適度いい中、日向ぼっこしていようと、木陰とか家の中で涼んでいようと、スプラ3の開発チームは幸せな夏を願ってるぜって感じの意味ですね。最初のウェザーが天気の方のウェザーに見えたのと、熱のヒートが心のハートに見えて、 Beat the heart で心打つような感動する作品頑張って作ってますぜっていう意気込みのメッセージかと思ったら全然違いましたよと。まあそんな感じで、日本でいう初中お見舞い申し上げます的なノリでイラストを投下されたのかなって個人的には思ったんですけども、なんでアメリカだけなのかっていうのが結構謎ですよね。初代スプラの舞台ハイカラシティは渋谷、スプラ2ハイカラスクエアは裏の原宿をモチーフに開発していたらしいので、要するに1と2は日本が舞台だったわけですね。そこから遠く離れた設定であるバンカラ地方がスプラ3の舞台ですが、だから日本から離れたアメリカでツイートされたのかなぐらいにしか今は考えられないですね。バンカラ街は香港の九龍がモチーフなので、まあアメリカ関係なさそうなんですけど、もしかしたらね、急に自由の女神とか出てくるかもしれないので、今後の続報に期待しましょう。ちなみにイラストに出てる5人のキャラ、全てトレーラーで紹介済みの髪型ですし、全く同じ姿でトレーラーに出てきています。ただ一番左のタコちゃんだけ黄色から紫側へ陣営が変わっているんですよね。髪型もギアも武器も全員一致しているのですが、そこだけ変えた理由はちょっと気になったり気にならなかったりと、敵キャラを味方に引き寄せる何かそういうシステムがあったりするのかなとか思っちゃったりしますけど、まあ多分深い意味はないと思います。わかんないけどね。うん、以前新年の挨拶と見せかけて鮭の伏線を貼ってきたり、結構イラスト一つでも新情報が出てくるので注意して見てみましたが、多分今回はそれらしきものはないですね。もし何か見つけた方はコメント欄で共有していただけるとめっちゃ助かります。めちゃめちゃ嬉しいです。また公式から何か動きがあればバンバン動画出していきたいと思います。というわけで今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナモ、それではまた、アーディオス。